仕事柄パソコンデスクに向かっている機会が多く腰が痛くなるので腰当てを買いました。実はこれ4個目です。今までのものは最初いいなと思って買ったんですが、長時間だといろいろ不都合なこともあって4個目を買いました。こんな感じです。低反発ウレタン、ちょっと柔らかめ、なんか腰のとこ盛り上がってますね。なんだこのイボイボで、まあここの穴意味ないような気もするんですが、まあこれが通気性がいいとか売りみたいです。どっちが上かな、こっちが下ですね。で下この腰の部分が薄いのを探してたので、これはちょうどいい感じですね。よかったと思います。なんか三段樹の玉みたいなのが出てきました。磁石はくっつかないですね。鉄じゃないみたいです。なんかプラスチックの玉がボロボロボロっと、何なんでしょうね。まあ中華クオリティということで許しておきましょう。1個目は娘が使っています。僕のお下がりのパソコンチェアをそのまま使ってるんですが、これですね、100均で買ったのかな。最初はいいなと思って使ってたんですが、長時間座っていると腰が痛くなってきます。こちらが現在の僕の椅子です。デラックスレーサーっていう比較的人気のゲーミングチェアですね。でこのゲーミングチェアにはこの腰当てがついていたんですが、これぐらいに合わせて使っていたんですけども、腰の一部分だけボコッと盛り上がる感じで、やっぱりちょっと背中とかが痛くなってくるので、それを改善するためにホームセンターで違うものを買いました。こちらホームセンターで普通に車用として売ってたやつです。この段差が大きくて、この段差でやっぱりこの位置が背中が痛くなるんですよ。なもので他いいものないかなとホームセンターをうろうろした結果、これです。これ低反発、比較的柔らかいんですよね。この柔らかい低反発でなんとかなるかなと思って比較的良かったんですが、背中の痛みはないんですけれども、どうしてもここの厚みがあって10センチぐらいお尻の位置が前に来ちゃうんですよね。お尻がどうしても前に出ると不安定になるのと、僕たまに椅子の上であぐらかくんですが、あぐらがかきにくくなるということで次のものを探していました。で今回買ったのはこちらです。こっちが多分下ですね。これをこの横の出っ張りがちょっと邪魔かなと思ったけど、詰め込めばなんだかしっくりきます。色もいい感じで、ここがこの幅がやっぱり結構ありますので、結構深く腰掛けれる感じになると思います。さっきのやつこの辺でしたね。でこの辺とここ、この5センチ6センチの差がやっぱりだいぶ変わってくると思うので、これは使えると思います。でこの段差もあまりないので、背中のこの部分が痛くなるなっていうことはないとは思います。これで仕事していきたいと思います。この椅子の横にぴったり収まってくれたっていうのが一番ありがたいですね。でこれ固定する必要がないのでベルト切ってしまいます。これで OK、 これで使っていきます。背中が反りすぎていい感じやな。腰も結構深く入るし、あぐらかいても余裕です。これはいいかもしれない。ちょっとしばらくこれを使っていきたいと思います。